こんにちにんにんぽらよこんにちはつんつんピーナツくんスイッスイッというわけで今日はですね VR チャットで夏を満喫していきたいと思いますイエーイイエーイ、まあでもね、夏といえばナンパなんで基本パブリック移動にして人を見かけたらガンガン声かけていきましょう。見てください僕の格好あピーナツくん新衣装ですかそれは。もう遊び人です復旧機では全身から溢れるプール好きが VR チャットでは夏のねいろんなワールドが本当にすごいワールドがいっぱいあるんで昼なのに花火が上がってる何ですかこれは。おいおいおいだけどこんな感じでいろいろ冒険しながらナンパしたりしながら、はい、今日は夏満喫していきたいと思います。ストップストップストップこんなゆるいことを言うておりますが今日の企画はこれじゃございません。本日はですねなんと夏のねワールドをいろいろ回っていくとポンポコがどん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 日焼けしていくドッキリをしていきたいと思います。レベル1からレベル4まで徐々に徐々に徐々に日焼けしていったらあんまり気づかないと思うんですよ。なんかよくさ日焼けって久々に会った人の気づくけど徐々に徐々にやったらあんま分かんないみたいなのあるじゃないですか。いや果たしてフィンやつが日焼けしていってるポンポコにどのタイミングで気づくんでしょうか。それじゃレッツー日焼けドッキリさあ行くぞ。お前はちっこいからそっちな身長制限あるんだわ。おいなんだお前でかいとこそっちの方が絶対怖いからなマジで。じゃあ乗っていきますかこれで。まあ今日の企画成功祈願ということで。もう乗った？はい、乗ります。はい、あ、オッケー。はい、当たった。わー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 、わー出来上がった。すげーめっちゃ行ってるわ。すげーもう行くか。いい感じよー。おーわーあー怖い怖い。あっちーあっちいな今日。うわーちょっと UV カットしないと塗らないと終わったんやが。いやなんだこの湖は。フルーツポンチの海ですよ。最高じゃないですか。最高じゃん。ウユニ塩湖みたいなテンションで。かわいいよ。フルーツポンチがいっ。なんだこれ。これなんだ。ね。異次元に繋がってそうな動画があるよ。あ。お。あ。バカンスだ。すげえ。おいおい。最高の隠れ家じゃん。やばー。最高じゃねえか。めっちゃいい絵だわ。今このすごいよ。カメラ。新海誠だ。美しい夏の日はフルーツポンチのような素晴らしい眺めだった。テレレ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 やっと目を探したかい。それなのに君はフルーツポンチの中。オッケー。じゃあ続いてこちらです。おービーチだビーチだ。なんとここには水着の姉ちゃんがいるんですよね、はい、感情を失った。あもう声かけようせ。え感情を失っているの AI なんだ。本当だ。はい写真写真イエーイ。やっぱ海はいいな。いいね。おあれ乗れるんじゃない。おーイエーイ。うわこれ完全に今海にいるわ。どうしよう。うわ眩しい。ちょ今日眩しいマジで。なんか百式バギーだ。おーうわいいよいいよいいよ。おーおいいいねー。5サイズのおもちゃじゃん。にしてはすげえな。わあ、すごいねここ。めっちゃいい感じじゃん。どこもかしこも天気がいいね。誰かいるかな。誰かいたらさ、ナンパしような。酒いつもの一杯くれ。ああ、いつものあれですね。鬼殺しですね。誰が鬼殺し飲んでるおっさんじゃ。やめろお前。あっちのさ神社階段上がれるからさ階段行こうぜ。二人いるっぽいんだよね。そう、二人いるっぽい。天気いいわ、ほんとマジで暑い。ちょっとポンポンさん、日焼けしてるよ。嘘、マジ。え、ほんとに日焼けしてるよ、こっちから見たら。え、嘘。そういう照明なのかも。すごいな、このワールド。日焼けしてる、タヌキに近づいてきてる。誰もいないね。誰もいないですね。ね。はい、ポンポンさん入って。はーい。そんな焼けてた。いやタヌキ。そんなことある。めちゃくちゃ焼けてるじゃん。いやー今日暑いよねマジで。日サロ行った。いや夏いろいろ回ったらどんどん焼けていっちゃって日焼け止め塗るの忘れたからさ。日焼け止め塗った方がいいからですと。おい。めちゃくちゃ焼けてるじゃん。
なんかマジ焼けちゃったっていうか、てってれー。というわけでどんどん焼けていったらいつ気づくのか、ドッキリさーよいしょー。すぐ気づいたよね僕。全然気づいてないわ。全部で4段階あったのよ。3で気づいたんだよ。え、そうなの？そうだよ。全然それは気づかなかった。ようやく気づいたかもしれないじゃん。ようやくだよ、マジ。さっきだってワールドのせい信じた。あれ信じてた。信じてたろうね、あの感じはね。これが今でしょ。はい、ハロー。これがさっきね、ギリ気づいたやつ。あー、焼けてる焼けてる。ちょっとはい、これこれこれ何も変わんないよ、あなた。これ焼けてるよ、さっきの。ほら、これも焼けてる方。どこがだよ。全然焼けてない。全然焼けてない。焼けてる。いつもこれで、いつも真っ白だよ。ほらー。あー、確かに。うわー。でしょ。急に。はい。うわー、ちょっと全然気づかなかったわ。すごい。イエーイ。はい。いや、おい。熱い。マジ熱いわ、今日。というわけで、日焼けは徐々にしたら気づかれない説検証大成功。イエーイ。さあ、道理で今日の企画弱いなと思ってたんだよ。いいんじゃない、その日焼けスタイルで今後。いや、思いのほかさ、タヌキだから馴染んじゃってびっくりしたわ。めちゃくちゃ馴染んでますし、なんか本当に外で遊んできた人だよ、タンニオ。いや、もっとね、人にもっとガンガン声かけたら企画弱い感出なかったのにな。ちょ、この時間いないな、やっぱり。いないですね、なかなか。昼はいませんでしたと。あ、すごい。お、まんまとやられた。してやられた感ありますか。あります。やられた感あるし、あなた何、いや、もうクソガキ感が増すわ。完全にそのここで生まれ育った人だよ、あなた。島の、島のガキ、島のガキじゃん。イエーイ。はい、というわけで今日も見てくれてありがとうね。みんなも日焼け止めはちゃんと塗りなよ。焼けたら取り戻せねえからな。というわけで今日も見てくれてありがとうね。また明日。んじゃね、バイバーイ。バイバイなっちゃーん。